今回のカラマニアは織戸麻耶さんです。よろしくお願いします。こんにちは。なんか聞いたことあるぞ。ありますね、織戸麻耶。聞いたことあるぞ。本当に聞いてましたよね、織戸。すいません、娘。あ、お嬢さんなの。はい、織戸麻耶です。いやー、こんなになんか素敵なね、綺麗な。この上にまた姉ちゃんがいるの。あ、そう。います。で、美人姉妹だ。美人姉妹だよな。いやいや、全然そんなことないです。何が、何やだよな。さあ、麻耶さん、はい、これですか。はい、これに乗ってます。土屋さん、これ出たばっかりの GR86 なんですけど、はい、カスタマイズしてます。あ、そう。麻耶さん、はい、ちょっとどの辺をちょっとね、うん、書いてあるのか教えてください。まずはこれはオリジナルの色なんですか。これオリジナルの色で、いい色ですね。青色が好きなので、はい、青にしました。で、何をやってるの。まず、最近なんですけどエアローをつけてもらいました、うん、はい。これどこのエアロー。これはマックスオイルドのあ、パパの。あ、父の。そう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 娘だ。あと、さりげない。あ、お前に聞いてないから。ほら、マーヤに聞いてんだから。せっかく商品の説明をさせてくれる時間なので、もったいないので。親父いらないよ。これリップスポイラーです。マックスオールドリップスポイラーです。これナンバーガーニッシュ。あとサイドステップもあります。ね、はい、これマーヤのコーナー。マーヤね、はい。もうさ。前回の時はあんまり喋んなかったので急に声が大きくなった、はい、そしてちょっと他には他には他にはこちらから回っていただきますと、はい、あとこのサイドステップですね、これ、はいはい、これです、はい、これホイールはホイールは純正です。ノーマルノーマル。でタイヤは、横浜のアドバンネオバっていうのが入ってます、はいはい、タイヤだけ変えてます、はい、で実はこの車、はい、ベースがレーシングって言ってレースに出れるロールバーが入ってる車なんですね。ほう、はい、でいつでもチャンスがあったらレースに出れるぞってためにこの車を、レース用の車です。いや、これちょっと僕わかんないですけど、こういうのってこれロールバー、はい、いくらぐらいするんですか。いや、ベースだからついてるの。これは最初にオーダーするとこのレース用ベースの車を買えるんですね、うんうん、レーシングって車なんで86の、うん、あ、そう、トヨタに頼むとこれがついてくるの。はい、ディーラーで買える。いくらぐらいするんですか、例えば。これで、ベースの車で350万ぐらいです、うんうん、はい。で、これにプラスで、これにプラス、はい、そうそう。もうほとんどこれはエアロパーツとあとブリットさんのバケットがついてるだけで、うんうん、ほとんど何もやってないので。あ、そうなんだ、はい、じゃあすごいよね。あ、これはこれは、あ、これもね、ちょっと最近昔のセリカリフトバック風な。ああ、昔のね、はい、昔ちょっと流行った。これはどこで、どこ製ですか。これもマックスオリド製です。ほうマックスオリド製何それ。他には他にはこの何自分のこのテールスポイラーテールスポイラー、トランクスポイラー、うん、あとはですね、このディフューザーですね。はいはいはい、ね、全然前は喋ってないんですよ。ほら前ほら一番大事なほら、はい、これこれです。何、これマフラーカッター。マフラーカッター。マフラーカッターです、はい、マフラーが変えてなくてもここにつけるだけでちょっとかっこよく変えてる。これでいいよね、俺マフラーカッターで。だから音マフラー変えなくてもいい。変えなくて音はノーマルです。あ、で俺さ、なんかこれで十分なんだけど、はい、音したいじゃん、やっぱり。いや、まあ、でもほら、近所のこと考えると、はい、見た目だけ、これ見た目だけ俺どっちかというと見た目主義だからでちょっとじゃあこれで、普通のとまた違ってですね、オリドさんのところでいくらぐらいなんですか、プラス。いくらぐらい、だからこれエアロパーツが大体35万ぐらいなんで、まあ、あとシートが15万ぐらいですよね。だからまあ、大げさに言うとサスペンションもこれノーマルなんですね、うん。もともとのオリジナルなんで箱落としてない。落としてないです。あ、そう、はい、あれエアロパーツと本当にシートだけ変えてある状況なので、うんうん、まあ、もし同じ車を作りたいって言ったら普通に新車で買っても400万ちょっとぐらいです、はい、いいんじゃないの。十分ですね。十分です、ね、はい。このテールゲートスポイラーいいね、うん、あ、これですね、うん、さりげなくて、うん、さりげなくていい。なんか綺麗、綺麗、なかなか綺麗。なんかさ、純正みたいだよ。いや、本当そうですね。サイドステップもそうだけど、やっぱタイヤ変わるだけでまたちょっと違いますね。乗り味変わりますね、うんうん、はい、どう変わるんですか、このタイヤの。ノーマルのついてるタイヤっていうのはその燃費だったとか、うん、そういうの。てか、お前乗ってないでしょ。マーヤが乗ってるでしょそうですね、はい、じゃあちょっと、マーヤ、はい、もういい、はい、ま、マーヤどうですか。このタイヤ、つい2週間くらい前にから履かしてもらってるんですけど、横浜タイヤ のアドバンネオバ AD09 履かしてもらって、うん、やっぱ、最初はあんま分かんなかったんですね、だけど、高速道路に乗ったら分かりました。どう違うなんか
なんか どう違うの？なんか地面にちょっとへばりついてる感じがします、うん、普通のタイヤは地面にへばりつかないの？へばりついてるんですけど、より、はい、よりね、それを私でも感じれました。これって例えばタイヤ交換って一本いくらですか？このタイヤは高いですよ、アドバンは。あ、そう、アドバンネオバは1本4万ぐらいか、うん、そうです、そうか、じゃあプラス12万とかですね。だからそれはもうあのブリヂストンも横浜もダンロップもやっぱこういうハイグリップタイヤっていうのは1本4万ぐらいしますよ、うん、なるほどね。これはあれですか、マイヤーの個人所有でしょ、はい、あ、そうです、もう毎日乗ってます、うん、これもなんかさ最高の、お父さん、中川さんよ呼ばれた、すれて向こうにいるけど大丈夫ですか？お父さん、いやいや、はい、いや、いいよ。お嬢さんに前やにね、はい、こんな素敵ななんか車をプレゼントするって偉いね。あの前やがこれ自分で買うって言って、うん、ローン組んで買ってるんで。うんうんうん、あ、自分で？あ、そうです。偉い。はい、え、あ、お父さんのエンジンはなし？はないです。頑張って、今頑張ってます。はい、あの、ここは偉いわ。レースクイーンやりたいって言ってるんですよ。いやいやいや、言ってない。ないだけどさ、マニュアルを乗るってことがすごいよ ね、うん、あね、マニュアルだろ。これはマニュアルです。マニュアル、マニュアルじゃなくていいよね。いやだけどやっぱ車好きはマニュアル。あ、そうなんだ。速さを求めるんだったら パドル。そうですね。あのでも GR86 のマニ、うん、オートマすごい楽しいですよね。なんか楽でいいよね、はい、オートマすごい楽しいです、はい、その楽が嫌なの俺。楽が嫌楽が嫌悪いってますよね。あの中学3年生ですから、ね、自分で動かせっつうね。いやでもなんか僕もね毎回それこそ、ね、いつもね土屋さんに86いいってこれでなんかちょっとねいい欲しくなるよね。なんかね半額になんないから。そんなの俺でも買うよ半額だったら。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。